木下マイスター東京に勝ったこの大きな3勝目の試合、ハイライト VTR でご覧いただきましょう。まずは第1マッチの松島空、このサウスポーの選手が T リーグ男子の最年少出場記録ということになりました。13歳9ヶ月大島、そして曽根篠塚のこの TT 埼玉のこのペアなんですけれども、はい、いやもうスタートはですね、スーパーデビューが出るなるのかなと思ったんですけれども、はい、やはりですね、中盤から後半にかけて、なかなかちょっとペアリング噛み合ってないところがね、出て、まあ、そこをですねやっぱきっちり曽根と篠塚がやっぱ本当に力のあるプレーを見せましたよね。まあ、そう簡単には勝たせないというところがあって良かったんじゃないでしょうか、はい。まあ、ここがまず今日の勝利の起爆剤になりましたからね。そうですね、はい。そしてシングルスの戦い、日本のレジェンド水谷と相田さとし、まあ、今日のヒーローです。この戦いいかがでしたでしょうか。いやもう相田がヒーローインタビューでですね言った通り、あの水谷さんとこんなところで試合ができるというもう喜びながら、はい、もう楽しみながらやりましたということで、ですからこう1ゲーム目2ゲーム目もですね、はい、ずっと向かってっていったことが良くて、逆転勝利した、はい、うん、やっぱこの 2-0 にしてやっとまだまだチャレンジしたと思うんですよね、はい。ですからこれがもう最終的な3-1の勝利って形につながったと思います。あとはやっぱり今までバックサイドを迷うことが多かったんですけども、はい、今日はしっかりバックハンドでよく触れたっていうことがですね勝因になったと思います、はい。2マッチ TT 埼玉が取って第3マッチ張本と陣拓也という、まあ、このカードですね。前回対戦とね同じカードだったんですけれども、はい、そこで1ゲーム目を木下マイスターがタイムアウトを取って、で陣が逆転勝ちしたっていう、そういう勝利でしたよね、はい。でもその後はですねやっぱりこう張本のやっぱ陣の動きを封じてからの攻め、はい、もうこれがですね随所に現れましたよね、はい。ただもったいなかったのはですねやっぱ3ゲーム目、はい、同じことをこうやってしまった陣、自分が逆転した時とですねちょっとここはもったいなかったなと思うことがありました。迎えた第4マッチです。全日本王者及川瑞基と天才松平健太とのこの青森山田同門対決というこのゲームでしたね。そうですね、もう力のあるやっぱ及川をですね、はい、やっぱサービスレシーブで前回対戦同様にですね、はい、サービスレシーブでも完全に封じたっていうのがですね、これはこのスーパーラリーも含めてですね、はい、このラリーですよ、はい。本当に見応えのある試合でしたよね。やっぱこうまあなんか及川に勝つための模範となるような戦い方だったんじゃないかなと思います。ただ及川はもうただじゃ負けないですよね。いろいろな工夫で逆転を試みましたけれども、まあ松平の気持ちが上回ったと言えますね。見事な TT 埼玉3対1でのこの勝利、連敗を13で止めました。大きな勝ち点。